こんにちは、YouTube の時間です。今日あれだね、大きい試合があったんで、まあ何本かに分けて、はいはい、じゃあ大丈夫、一番最初には俺ね、行ってきたんでね、ちょっと会場に、うん、うんうんうん、まあ結構あったじゃないですか、そのメインを世界戦なのに那須川天心の論争がね、あったじゃないですか、うん、俺はそのメディアで那須川天心がなんでデビュー戦なのにメインなんだ、世界戦を差し置いてって言われてる時に、まあ、俺はもう聞いてたから、うん、いやメインじゃないよっていう、うん、まあ発表してなかっただけじゃん、うん、どこも多分那須川がメインだよって言ってないよね、多分発表してないだけだよ、ね、アマゾンのあそこで真ん中ポスター的にはね、うん、真ん中だしその、ね、煽り V とかさ、そういう特集もね、うん、まあやっぱメイン級だったんで、当然まあそうだよ、ポスターもそう、チケットもそう、うん、あの那須川選手だけ太文字ででかけたかしね、うん、まあでもまあせん結構要はセミセミか。でもね、あの会場に行ったら、うん、まあ、まだ当然デビュー戦だけど、うんうん、その立ち振る舞いとか、うん、周りのその空気の持ってき方とか、もうすごいです、本当に。まずそのメインじゃない論争から自分から言うと、まず阿部レイヤ、最初にやったのが、阿部レイヤ、で次がもう、小原佐々木陣、うん、そのこの2つは、もうはっきり言っても後楽園とかもうちょっと墨田区とかでやってもメインのカードですよ、うん、まあ、それを差し置いての後だからね、うん、でもその六代が言うようにやっぱ入場から、自分はテレビで見てましたけど何ら変わんない、うん、そのキック、ライジンとかライズで見てた那須川選手のあの空気感だったよね、うん、あの本当に入場してきてあの入場曲でさ、うん、合ってるよね、あの入場曲も、うん、いやすごいです本当に、うん、やっぱはっきり言ってね、あスターだなと思った、いい選手ってなんか入場の時まとってますよね、こっちのなんかちょっとね思い込みもあるかもしれないけど、うん、あるけど、いやちょっと別格だな、うん、あの今日こうテレビで見てたけど、あ今日ってボクシングだよねって感じだった、うん、もう本当にあの今まで見てね、何十試合も見てきた那須川選手の立ち振る舞いと入場と、あとはもちろん神経がずぶといよ、うん、まあプレッシャー、まあ、与那覇選手もあのプレッシャーあったと思うけど、もうその何十倍もプレッシャーあったと思うし、うん、この那須川選手の回だから、この1本目は良くも悪くもつか、まあ、悪いとこなかったけど、まあ、結構そう思ってた通りの試合だった。俺はちょっとスピードが2段3段違うじゃん、リング上でもう中央陣取ってこうやって待ってるのじゃダメなんですかね、あの与那覇選手が、うん、まあでも俺が那須川選手でやるとしてもやっぱ追っかけるだろうね、与那覇選手がどしんと待ってても結局用意どんになっちゃうから、打つってで多分誘ってたんじゃない那須川選手が、うん、距離感的にも、うん、でもやっぱ速いね、スピード速いし、やっぱ今もさ名高とかいろいろ見てるけどやっぱリズムが違うんだよ、キックボクサーと、うん、で那須川選手は本当にリズムを変えられるしさ、トップスピードマックススピードも速いし、リズムも変えるしさ、あと位置がいいからさ、ちょっとキリって、まあ、デビュー戦の那須川選手、こう日本ランカーが挑む、日本上位の選手が挑むっていう形だったけど、那須川選手の方がボクシング IQ っていうか、その格闘センスっていうかさ、ちょっと抜けてるよね。まああとはもう那須川選手について回るのは、俺も何人にも聞かれたけど、パンチが軽いんじゃないか、あのパンチングパワーがないんじゃないかっていうのはやっぱ一番言われてるとこだからね、関係者からも。6ラウンドしっかりやれて落ちなかったし、そのディフェンスだったり、その立ち振る舞いだったり、もう世界チャンピオンクラスだよ、度胸も。あとはもうその倒しに行くパンチングパワーっていうとこだけじゃないかなと思ったけど、今日はすごい出来が良かったと思うよ。だから自分も思ってたのは、そのタケル選手がもう思いっきり打ちに行ったところにバーンだけど、まあ、タケル選手打たれ強いっていうのもあるけど、スッと立ってきたからね、まあパンチがそこまで重くないんじゃないかとかさ、そういう那須川選手をスパイやった人も早いけどパンチはまだ軽いっていう風なことはやっぱ業界にいると結構ちらほら聞こえてくる言葉だから、でもそれはもうこれからでしょ。まあ別にロマチェンコだってぶっ倒す選手じゃないけど、とんでもない選手ですもんね。そうだね、そういう選手も別にいるし、そうだね、うん、そうだって、あのなんていうのかな、まあ
みんな井上尚弥選手を知ってるから、もう全部持ってるのが世界チャンピオンでしょみたいなとこがあるじゃん。例えば、こうグラフにしても、うん、スピード、パワー、身体能力、ディフェンスというか全部。やっぱ、スピードがある選手ってどっかパンチが軽いとか、もうあるじゃない今まで。全部が全部ある。スピードがある。立ち位置がいい。で、トリッキーな動きもできるっていうのは、やっぱ那須川選手の色だと思うし、それはこれからでしょ。パンチングパワーっていうのは、今その世界トップ戦線の選手ほどないのかもしれないけども、まあこれからだと思う。ただ、これから言われるだろうね、やっぱりね、そこは。やっぱ那須川選手の唯一の欠点じゃないけど、テレビで見てても結構いいタイミングで、こう当たってるシーンは何発もあった。ボディだってもろ当たってる、うん。あったけどまあ、わかんない。与那覇選手がもうびっくりするぐらい、あの、国内ナンバーワンの打たれ強さとか、まあ、俺わかんないから。いや別にそんなこともない。だよね。うん、ただ、これ言っとくけど、あの、与那覇選手、まあ、テレビの煽りとかは、こう日本トップ戦線っていう、風に煽ってたけど、まあ、日本、まあ、2位の選手だけど、まあ、与那覇選手より強い選手は何もいるからね、日本で。だから日本2位で日本2位に勝ったからもう次タイトルマッチだっていうのはまたちょっと違うんじゃないのかなって俺は思う。今のチャンピオンでいう堤選手、まあ、バンタムだったらね。バンタムで、あ、そうだね、うん、バンタムだったら堤選手、スーパーバンタムだったら次はトップ戦線は下町選手は、あ、下町強いもん。誰、あ、石井俊也選手とか、うん、まあ石井俊也選手と見てみたいね。同年代っていうか石井俊也選手がちょっとしたぐらいでしょ。まあバンタムだったら、まあ、栗原選手もいるか、うん、だからそのさ、今日スーパーバンタムでやったけど、いやまあ与那覇選手は勇気ある決断だと思うよ。試合やるっていうのはやっぱ8回戦の選手、日本2位の選手を6回戦キック界のスーパースター那須川選手のオファーを受けるっていうのは、まあ、そこ勇気ある決断だったと思うし、まあ、与那覇選手がいなかったら今日の試合ってなかったと思うしね。那須川選手はもう本当に期待しかないよ。これからの那須川選手に期待しかないし、やっぱスーパースターだと思うしね。ただどっちでいくんだろうね、スーパーバンタム、バンタム、どっちでいくんだろうね。まあちょっと今からはスーパーバンタムはちょっとね、焼け野原にする人がいるんで、うん、まあそうだよね。バンタム級であんだけ時間かけて4つ集めて、はい、いざ胸を張ってスーパーバンタム上げてきて最短2戦でやられるからね、うん、ってなるとチャンスないよね。もう全てだから井上選手の都合で動くんで、やっぱうんうん、そうだね、今あの彼がいる階級はね、そう、うん、でもバンタム級もこれから熱くなっていくと思うよ。まあ群雄割拠の時代になってるんでね、うん、今あのスーパーバンタムですごいホープがいるって言っても、お前もうちょっと頑張って一回落とせか、うん、もう上げようって なると思うしね、うん、動かないですよね結局井上選手、うん、待ちになるから全部が、そうだね、そうだね、うん、だからもしバンタムでやると仮定するんだったら、まあ、武井選手もいるしね、うん、まあ、ただ自分としては武井選手と那須川選手は交わることはないんじゃないのかなとは思うけど、まあどっかでやるんじゃないですか。やるかな、俺は交わることないような気がするけど、数字すごい取れるでしょ。あ、まあ取れるよ、そりゃ取れるよ。まあ次どういう試合になるか楽しみですね。マッチメイクは楽しみですよね、うん、どういう風にマッチメイクしていくのか。もう本当にそれこそバンタム級でやるんだったらね、名前出したけど堤選手とかと、まあでもあの見てみたいね、NXバトルのトーナメント出る、出てるからね、まあまあそれも今年中とかはまあ叶わないけど、西田選手がいるのか、うん、でも俺は堤選手か、堤選手か石井俊也選手、この辺りと見たいね。じゃあ那須川選手の回はこの辺で、はい、ありがとうございました。